アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、橋本真帆です。お久しぶりです。はい、この度、橋本真帆の3枚目の DVD がリリースすることとなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大声援をいただいていると思うので、それに応えてみたんですけど、そうですね、これもひとえに皆様のおかげでございます。成長をね、皆さんのおかげでどんどんしていってると思うので、まだまだ足りないところとか、至らないところがあったらどんどん教えてくださいね。これからも応援よろしくお願いいたします。ということで、今日はアイドル日本様よりご質問をいただいているので、それにお答えしていきたいと思います。撮影中一番印象に残ったことは何ですか？そうですね、撮影が今回サイパンだったんですけど、私サイパン初めてで、でお部屋が、女性のスタッフさんとみんなで一緒のお部屋で、ただ個室があってキッチンとかがついてるお部屋だったんですよ。それで雨とか台風が来てたんで、外にご飯を食べに行くこともできなくって、撮影が終わってすぐご飯が作ってあって、男性スタッフの皆さんでカレーを作っていただいてたみたいで、もうそれがすっごく美味しくて美味しくって、それが一番印象に残ってますね。あ、カレーなんか一人暮らしなんでみんなで食べるのって美味しいなって思いました。はい、では次、はい、撮影中一番大変だったことは何ですか？やっぱり一番大変だったのは、ちょうど台風とともにサイパンに来たんで、もうずっと台風で雨と風がすごくって、1日目の撮影はもう全然外に出られなくって、ずっと室内で撮ってたんですけど、2日目にやっと外に出られて、海とかもねせっかくなんで撮れたんですけど、やっぱりなんか波とかも高くって、でなんと満潮で砂浜があんまり見えなかったんですよ。なんでそれを引いた時に行くとかいうのがすごい大変でした。はい、じゃあ次、撮影の話じゃないんですけども、はい、自分の性格を一言で表すと？性格ですね、よくふわふわしているとかって言われるんですけど、芯はしっかり持ってると思います。なんかこう何でも人に流されるんじゃなくて、これはこうなんだっていう自分の意見はちゃんと実は根強く持ってるかなって思います。芯がしっかりしているかな。はい、じゃあ次、寝るときはどんな格好で寝ますか？寝るときは私のイベントの時にファンの方がジェラートピケのパジャマをくださって、すっごい可愛くってそれを着て寝てて、でも最近は暑くな、もこもこなんですけど、最近は暑くなってきたんで上は T シャツを羽織ってラフな感じで結構寝てますね。はい、うん、最近ハマってることは何ですか？最近ハマってることはお茶にハマってて、お茶はずっと好きだったんですけど、このロケでなんか、サイパンなんですけど韓国のお茶、コーン茶がすっごい好きで、もうコーン茶をこのロケで6本ぐらい飲みましたね。あとはニュースでね、緑茶がいいってやってたんですよ。緑茶がすごい健康にいいってやってたんで、そっからはすごいお茶を飲むようにしてますね、うん、お茶マイブーム。はい、じゃあ小学生の頃はどんな子供でしたか？小学生の頃はなんか結構ジャングルジムとかで遊んだりとか、割と活発だったんですけど、でもそれ活発なところもありつつ、なんかおしゃれとかが好きで、小学生にしてはませてたかもしれないですね。おしゃれが、いろいろアクセサリーとかブーツとかを履いてた気がする。恥ずかしい。はい、じゃあ次、
恋バナ、うん、恋バナ理想の告白のシチュエーションを教えてください。理想の告白のシチュエーションは、やっぱりでも今って電話とか SNS が多いから、直接言われたいなって思いますね。なんか妄想、完全の妄想なんですけど、なんかサプライズで一緒にいる時になんかサプライズがあって告白、まあ女の子なら多分誰でもそう思うんじゃないかな、はい、じゃあそのままデートで行ってみたいところはどこですか？デートで行ってみたいところ、でもやっぱり私さっきもちょっと言ったんですけど、アウトドア派なんですよ、こう見えて実は意外と。なのでやっぱり海とか、あと山でも 山道のあの細い狭い田舎道のドライブとかが好きなんですよ。私よく一人で運転するんですけど、それができれば助手席に乗ってドライブしたいなって思うので、なんかなんとなくドライブだったり海だったり、まあね、大人な感じのディナーもいいなって思うんですけど、ちょっと私にはまだ早いかもしれない。まだ子供みたいに遊びたいですね。一緒に楽しみたいですね。はい、じゃあいつも必ず持ち歩いてるものはありますか？いつも必ず持ち歩いてるものは、この間私実家に帰ってたんですけど、その時に妹がいるんですけど、妹が手紙をくれたんですよ。でその手紙がもうね、妹もね結構大きくなって大きい子なのに、すっごいもう幼稚園児が書いたのみたいなお手紙だったんですよね、もう大学生なのにでなんか多分 眠りながら書いたのか、すごい変な横顔の似顔絵にが3つぐらいあって、でマイク、ケイト、デイビッドって書いてあったんですよ。それがちょっと意味がわからなさすぎて、多分本人も寝ぼけながら、でも多分次の日私が帰るっていうんで一生懸命書いてカバンに仕込んでくれてたのか、だから多分嫌なことがあってもその手紙を見ると元気が出るから持ち歩いてますちょっと変わってるけど。はい、じゃあ次、誰にも負けない自信のあることは何ですか？それね、よく聞かれて困るんですよね。自信があんまりないんで、誰にも負けないことっていうのとは違うかもしれないけど、自分で私、知ってる方もいると思うんですけど、ネイルをしてて、自分で自分にするネイルのクオリティだったら結構高いんじゃないかなって。ちなみに今日はね、お花の花びらを爪の先に描いてるんですけど、これすごくないですか？すごくない？あの右手も左手でやるんで、すごい結構5時間ぐらいかかっちゃうんですけど、その時間かかってる分これは負けないんじゃないかなって思いますはい、じゃあ次、つい言ってしまう口癖はありますか？口癖はやっぱりそうですね、私の場合だとすごいいっぱいご飯食べるのが好きで、すぐお腹空いちゃって、口癖いつもお腹空いたって言っちゃいますね。どんな時もお腹空いたって言っちゃう。じゃあご出身の広島に帰った時はどこに遊びに行きますか？やっぱり広島といえば厳島神社なんですよね。宮島って言うんですけど、宮島にあの広島とはちょっとフェリーで移動するんですけど、そこからフェリーに乗って宮島に行って、まあ、もちろんお参りもするんですけど、そこでもみじまんじゅう、広島の名物だと思うんですけど、もみじまんじゅうを揚げた揚げもみじっていうのがあるんですよ。でそれがすっごい美味しくって、揚げもみじを食べるためだけに宮島には絶対行ってますね。美味しいです。今度行ってみて。はい、スタイル維持のために何かを行っていることはありますか？スタイル維持のためにはやっぱり、まあずっと言ってるけど、食べるのが本当に大好きなので、我慢すると多分リバウンドしちゃうと思うんで、食べる時間を早めたり、寝る前にしないように早く食べておいたりとか、
で、まあ、我慢したらやっぱその分後から来ちゃうので、まあ、なるべくストレスをためないように食べたい時に食べたいものを食べるようにして、ただ他でちょっとやっぱりしっかりマッサージをしてみたり、お風呂、最近は熱湯を3日に1回すごい熱いお風呂に入るのがいいみたいなんで、ダイエットにもよくて健康にもいいみたいなんですよ。なんでそれを実践してたりとか、まあスタイルはね、このお仕事なんでいろいろ気は使ってますね。じゃあ今後挑戦してみたいお仕事聞かせてください、うん、挑戦してみたいお仕事はやっぱり、私こういう風に喋るのがちょっと苦手だったり、なんかちょっと基本人見知りがあるので、でもそれを感じさせないようにトーク力を身につけて、バラエティだったりとか、あと演技力、ドラマだったり、うん、に出たいなと思ってて、もっとねテレビで瞬発力を今日々つけるようにトレーニングしてます。では最後に、うん、サイトをご覧になっている読者の皆さんに一言お願いします。はい、今回、橋本真帆の3枚目の DVD がリリースされるということなんですけれども、やっぱり最初の頃と比べたら、まあ、これ2枚目の時も言ったんですけど、2枚目の時よりもさらに私自身成長した姿をお届けできているかなと思います。皆さんのね、最初からのアイドル日本さんをね、ご覧の皆さんは最初からの応援があって今ここまで頑張ってこれてるので、ぜひ3枚目も見ていただいて、成長を皆さんに感じていただいて、いいとことか悪いとことかをどんどん私のツイッターの方にねコメントしてくれたら嬉しいです。教えてほしいです、うん、また皆さんで私を育ててください。あとやっぱり一番言いたいのは、いつも応援してくれてありがとうございます。今度は私ですけれども、これからもよろしくお願いいたしますじゃあ橋本真帆でした。バイバイ。